コンピュータ支援教育とは、コンピュータを用いて行う教育のことである。CAI の訳語として用いられる。コンピュータ支援教育については、主に CAI と表記されることが多く、おおむね学校教育などにおいて、コンピュータを最大限に活用しようとすることを意味することが多い。学校へのコンピュータの導入は、 1980年代から段階的に行われており、その時にコンピュータに教育活動の一部を担わせることができないかと検討された結果、コンピュータ支援教育の概念が生じてきたと考えられている。現在の教育技術の研究において、コンピュータを通じた学習を中心に据えるという観点のコンピュータ支援教育に関する研究はほとんど見られなくなっている。かつて、 コンピュータ支援教育に分類されていた一部の研究分野については、e ラーニングに関する研究やデジタル教材、マルチメディア教材に関する研究に移行している。なお、情報環境の整備という観点においては、研究がされており、教材提示用のディスプレイ、教室内のパーソナルコンピュータの活用、学校における電子メールの扱いなどについて、話題に上がることも増えてきていると言われている。 1950年代、アメリカの心理学者 B.F. スキナーは、オペラント条件付けの原理に基づいた、プログラム学習を提唱し、これを無限化するものとして、メカニカルなティーチングマシンを試作した。さらに1950年代以末には、NA クラウダーによって、学習者ごとに学習内容が可変となる、エダーカレ型プログラムによるティーチングマシンが提唱された。 コンピュータ支援教育は、プログラム学習のティーチングマシンをそのままコンピュータに置き換えたものである。出題とコンピュータとの親和性は高く、先進的な教師が、各教科のドリル、穴埋め、選択問題などを作成運用する事例や、教材業者のパッケージ販売が見られた。コンピュータ支援教育の概念が登場した当初は、 コンピュータ仕掛けのティーチングマシンによって学習者一人一人の理解度に応じた学習内容を提供することができ、個別指導が可能な教育情報システムを構築することができると考えられた。しかし実際に理想的なシステムを構築することは困難であり、コンピュータ支援教育によって教育の質を向上させることは1990年代半ばに 見直しがななされるようになった1990年代にコンピュータネットワークが大きく発達したことと、各個人の情報リテラシー能力が大幅に向上したことなどを受け、コンピュータ支援教育という形ではなく、コンピュータを用いた訓練である CBT や WBET などが考案され、2000年代以降は CBT や WBET の概念を活用した e ラーニングの語が、 盛んに用いられるようになった。また一方で、情報環境の整備が大きく進んだことに伴い、教育において、基礎的基本的な情報機器の活用という観点から、コンピュータ支援教育が捉えられるようにもなってきている。初歩的な情報環境の一つに、教材提示用のディスプレイがある。 教材提示用ディスプレイとは、コンピュータ教室などに設置されている学習者用のパーソナルコンピュータの傍らに据えられたディスプレイのことで、通称ではサブディスプレイや学習者のパーソナルコンピュータ2台につき1台を共有する場合、中間ディスプレイと呼ばれる。初歩的なコンピュータ支援教育の形態として、教材提示用のディスプレイに教師が画像を表示させ、 表示された画像を見て学習者が比較実習などを行うという方法がある。教材提示用ディスプレイは基本的に学習者用のパーソナルコンピュータと接続されず教材提示のみに用いられる。現在、学校などにあるコンピュータ教室には教材提示用ディスプレイが標準的な設備として定着している場合が多く、また教材提示用ディスプレイはプロジェクタの代わりや それより優れた提示装置になり得るため理科教室や視聴覚教室にも導入されることが多い。理科教室や視聴覚教室における使用例も講義におけるコンピュータ支援教育といえる。教材提示用ディスプレイに RGB 信号分配器の容量で教師側からパーソナルコンピュータや DVDVHS などの画像を表示させ学習者は表示された画像を見る。 なお、通常市販されているアナログ RGB 分配器では学習者分の分配に耐えることは難しいため、このような形態のコンピュータ支援教育に使用するための画像分配器を開発、販売しているメーカーがある。ランドコンピュータやコンピュータエデュケーションシステム、東映工業、関西電機がコンピュータ支援教育用の画像分配器を開発、製造、 販売している企業にあたる、ありがとうございます。